配信者の 大運動会とかやったらさ、本当にアキレス腱切る人が出てくるね、これ。釈迦さんに嫁さんがいなかったら、もういないの、世の中に。今回のジャスは、ちょっと。やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。鎖骨抜き、骨折の先輩、むくうまかった。ゲマゲマは鎖骨を骨折する。折っちゃったねー。キャルタ抜きの結構痛そうな転び方してたもんね。安全には配慮してるって言ってなかった。いや、安全には配慮してるよ。笑った。あれ、マットに書いてるからね、しかも。ブルーシートの下。ジャス配信、旅行はどうなるん。番組自体クソおもろかったからな。マジで時間過ぎるの一瞬だったんだよな。だ、俺たちもおもろかったもん。どうなるかが分かんない。あの番組も見切り箸だから、今後どうなるかが分からない。何もかも俺たちが決めて、それをプンレクさんが手伝ってくれてるみたいな感じかな。骨の折り具合とかも知らねえしな、俺。まあまあ、でもどうしようもないとこだったんだな、ぶっちゃけ。安全面は完全に確保してたと思うし、なんか人間が歩いてて、ただ単純にその場でこけたみたいな。なんか競技内でこけたんじゃないしな。そしてなんかジャス転ばないように一人でにすげえ気をつけててさ、その競技をする場所に歩いて行くときに、相撲する前にジャスが勝手にこけてポーンって、えっていう。めっちゃこいつおもろいこけ方するやんと思って、起き上がったら顔面真っ青なの。その顔はどうしたっていう。他の人見てなかったらしいんだよ、こけたところ。やちくー、多分それこれさ、なんか配信者の 大運動会とかやったらさ、本当にアキレス腱切る人が出てくるね、これ。ダメだね、運動させちゃダメだね、本当に。運動神経とかがない人の中でもないと思った方がいい、基本的に。 50m 走用意ドン、ブチ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 みたいな、全然ありえだぞ。そうなんだよね、それもあると思うんだよ。配信アドレナリンっていうかさ、映ってることによってのいつもと違う自分の行動をしちゃうっていうところもあって、折れちゃうっていうのはあるんだけど、今回のジャスは競技が始まってない、その向かうところでただ単純にこけてるから、ちょっと。プレゼンの問題のかな。味方が倒されました。うわ、微妙。ピンのフラッシュ切ってるもんね。うまいだ。おむむおむむおむむ、えっと、わったわっわっ、何してるこいつ。ここでなんでサポートがここにいんだ。3級のアブムが爆誕したんだけど。おっ、回収できたぞ。なんか地面にかたから敵を倒す。うまくて笑った。いやー、アムムやば。いや、俺じゃないだろ、これ。アムムだろ。なんでアムムここいんだよ。なんでここいんの、お前。えぐん、俺はない。レオン代表のやつでしょ。レオン代表さ、なんかクソスナイプされてるって聞いたんだけど。かわいそうじゃない。でも結構勝ってたけど。勝ってるのはいいじゃん。スナイプされてるって聞いて、なんかトロールされてるのかと思った。トロールされてないんだ別に。ならな、まあ、ならまあじゃん。え、すごい、ボドのレートでそんなスナイプ少ないの。まあじゃあ素晴らしいじゃん。10試合に1回ぐらいやったらマジでなんかまともなロールでしょ。
ね。素晴らしいことじゃないか。友人裁判がどうやって働いてるのか言ってもよさそうだよね。ライアットの社員から何かも、なんか言ってもらってんのかな。いや俺最近案件やってたろ。最近ド案件だわ。敵を倒しました。ダブルキル。ミッドした。あそこバレてる。ウルト打っちゃっていいよね、押しまずに。味方が倒されました。もったいない。敵を倒しました。敵のダブルキル。敵のキリンスプレー。シャットダウン。うん。ダブル。あっ！イエーイ、ナイス！素晴らしい。マジでそれでしょ。いいダメージだ。 GG。 これはアムムキャリーなんです。そうなんです。そうなんですよ。私じゃないんですよ。これはアムムさんなんです。金で回収は試合数にもよりそう。スタさんに糖質制限を勧めって言われて始めたけどマジできつい。ダイエットなんて全部きついから。だってリオンくんとか昨日俺食ってるものを見て絶句してたもん。なんでよ。白米とお信仰だけ食って気持ちいいなお前ってみんな言ってた。ボドカとリオンが百姓じゃん。百姓米食えねえぞ。なめんな。なんでダイエットしてんの。百姓って米食えねえんだ。ピアノの俺かっこいいってみんな言ってくれたね。嬉しいね。ああいう時のために俺はダイエットしてるっていう感じかな。頑張ったかやったなって思える。ボドはだって彼女と住んでんでしょ。彼女と住んでたらまあそりゃ声できますわいや。美味しいご飯毎日食べれて幸せじゃ。釈迦さんがガリガリって言うじゃん。釈迦さんに嫁さんがいなかったらもういないの世の中に。消失してんだから。ガリガリっていう域を超えてガリガリの状態で保ててるのは嫁さんのおかげなの。なくなってるんだから存在が。スッ何も残んないよその場には。嫁さんいるってできんだから。ちょっと太くなってきたってあの人言ってたよね。生まれてから一生シックスパックになってたんだけど最近になってなんかそれが4つになっちゃったっていうことをお話ししてた。体脂肪率低すぎて一生シックスパックってどんなっていう。俺今シックスパックを目指して生きているのに。ミニを出撃。まあいいんじゃない。ダイエットなんてね強制するもんじゃないんだよ。太ってて幸せならそれでいいからね。ダイエットしたいって言ってる人がなんか太っていくんだったらちょっとあれかなと思うけど、ダイエットしたくないと思ってる人だったら別に太ってていい。ファーストフラッシュ。敵を倒しました。まあフラッシュないべ。ほらおいで。敵を倒しました。味方が倒されました。まあもうバリア上がってとか早いな。敵を倒しました。どこか180秒はもうギリギリだったな。ちょうど上がったぐらいだからね。
わあ。キリングスプリー。ナイス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 。長いの出たな今。敵クリックしててさ、キャラ止まると思わなかったわ。味方が倒されます。アンストッパブル。うわー、グブ強いお前。止め高いね。キリングスプリー。シャットダウン。オッケー。おー、ベイビー。ゴッドライク。味方がタワーを破壊しました。敵を倒しました。スターフェザー、レジェンダリー。これはまあ、これはまあ前年勝てましたね。ナイスですね。またナノシャットダウン。うん、これはパーフェクト。サモナーが退場しました。